RD-253 はソビエト連邦が開発して、現在はロシアの NPONA5 マシュが生産する液体燃料ロケットエンジンでプロトンロケットの第1弾に使用される。RD-253 は世界初の非低温燃料による酸化剤一致の高温のタービン駆動後のガスを再燃焼する2弾燃焼サイクルエンジンである。 この二液推進系のエンジンは、毒性のある非対称ジメチルヒドラジン4酸化に窒素を推進剤とするように設計され、利用には環境と経済的な問題がある。しかし、高付点の自己着火性推進剤のおかげで、RD-253 は、より単純で安全で廉価でその設計は、負の側面を上回る。 r d 二百五十三の開発は九百六十一年に始まった。エンジンの予備調査と開発、さらに生産はバレンティングルシコの指導の下で行われ九百六十三年に完成した。r d 二百五十三は酸化剤リッチの二段燃焼サイクルを使用していた。九百六十五年七月にロケットの第一弾の動力として6機のエンジンが 初めて使用された。RD-253 の開発と生産は、当時降水力と、被水力と燃焼出圧力によりロケットの質的飛躍をもたらした。このエンジンは、ソビエトと近代のロシアにおいて使用される最も、信頼性の高いエンジンの一つである。すべてのプロトンドケットの第一弾には6機の RD-253 が使用され、 ロシアの宇宙計画において、極めて重要な部分でこのロケットが運搬に選ばれた。その中にはルナ、ベネラ、マーズプローブ、友人の宇宙ステーションであるさ、リュートや、ミールや、国際宇宙ステーションのいくつかのモジュールの打ち上げも含まれる。大型の人工衛星の打ち上げにも使用される。エンジンの原型機の開発以来いくつかの改良型が設計されたがロケットには使用されなかった。 それらの一つに実験機の段階で開発が中止された RD-256 がある。それは中止された宇宙船のために設計されたもので飛行には使用されなかった。改良型である RD-254 は真空中での作動時にノズルが進展する構造だった。期待称ジメチルヒドラジンと4酸化に窒素を。 4燃焼室で燃焼させタービンを駆動して、総出力18.7メガワットで2機の種ポンプを駆動する。このエンジンの特性はポンプを駆動するタービンが、4燃焼室からのガスで駆動されることである。大半の酸化剤と少量の燃料が供給され、低温で燃焼してタービンを駆動する。4燃焼室からの排出ガスは、種燃焼室へ送られ燃料が加えられ燃焼する。 この設計によりエンジンの燃焼室の圧力は15、んっに達し、ポンプを駆動するために使用される重量が、毎秒 520kg にも達するガスも無駄には、ならない。同時に、4年焼きと、主燃焼は、不安定で、燃焼振動を伴う。RD-253 の設計は類似の、エンジンである、RD-107 と比較して、 大きさや重量を低く抑えることが期待された。初期の開発と生産におけるいくつかの問題にも、かかわらず、RD-253 は、現在も、プロトンドケットに使用される。その間、約2000機が生産された。それらのいくつかは、水力が1578、1746、KN、燃焼出圧力が15.7%に増強された。 RD-275 や2007年7月に初打ち上げのプロトン M に搭載された偽装時の水力が5%以上増加した RD-275 メートルのような増強型である。プロトンロケット向けの RD-253 の販売と使用の権利は NPONA5 マシュに属しロシアのペルミで生産される。改良型の RD-275 は より強力な派生型のエンジンとして1987年から1993年に開発された。燃焼室圧力の向上により、水力が7.7%増え静止軌道への、ペイロードが 600kg 以上増えた。このエンジンを搭載したプロトンロケットの初打ち上げは1995年に完了した。2001年に、エネゴマシュは次のより強力な派生型エンジンの、 開発を開始した。5.2%高い水力で 14D14M となる。正式軌道に 150kg 多く運べるように設計される。この派生型エンジンのいくつかの試験は2002年から2003年にかけて完了した。それには、K735 秒の3機の試験用 RD-275 ミズによる4回の燃焼試験が含まれる。2005年半ばに、 政府の製造認可を得た。最終型である RD-275M はしばしば RD-276 として扱われるが2009年時点において RD-275M という名称が一般的である。エンジン単体の製造費用は資料により1500万ドルあるいは100万ドルという例もある。ありがとうございます。